は勇気を出して立ち上がった。我々は彼を支持する。連邦はロミランとバルカンが再統一されるのを恐れているんだ。ボス、総員から電話が入りました。怪我をしたご総員が入り口でキンブルを見たそうです。でも救急車がなくなって、さすがボス犬に間違いはない。シカゴ市警に連絡します。クライブ・アール・ドリスコル、片腕の強盗ってわけか。こりゃいやねえボス、聞きたいんですが、今日川を緑に染めるんならどうして残りの364日は青く染めないんでしょうね。偉大での抜群に切れるって折り紙付きのやつがわざわざこんな警官うじゃうじゃの場所に出てきますかね。それも弁護士にいないって言われた男を探しに。ブーだな。ナッシュらしい勝手なやり口だよ。6ヶ月かけて取り組んでた山をさ、今夜一気に片付けるってんだよ。それも明日ハワイへ行くからだって。賭博だけならまだしも、ハーゾークの客4人が惨殺されてるんだ。こっちの狙いは帳簿だ。影の帳簿を手に入れたい。そうすりゃ殺しで奴をひっくくれるし、一晩も手繰り込める。いや、ナッシュはいなくていいんだ。俺がやるんだよ、俺が。あいつはフラダンスでもしてりゃいいんだ。お前な、余計なこと言ってんなよ。これ聞いてんだから。たった今強力な手がかりを掴んだぞ。レトラーロヒルのモーテルでファン・カルロス・バラリーニ名義のクレジットカードの伝票が出た。大至急誰か言ってくれ。だけどヘレンがいなきゃ困るんだよ。全て彼女のおかげなんだ。ヘレンに会う前、僕が何してたか知ってるかい？ストリップの前座だよ。そうさ、テレビなんて出たこともなかった。そんな顔子供が怖がるからって言われて見向きもされなかったのに、それが今じゃトゥナイトのホスト。ヘレンがいたからここまで来たんだ。それでも2人で17年も一緒に。みんな話があるからちょっと集まってくれよ。長くはかからないからこっちへ来てくれる？今日もお疲れ様。みんなどうもありがとな。みんなには感謝してるよ。それからお詫びしたいんだ。これまでヘレンのことでいろいろとみんなに迷惑をかけて悪かったね。ちょっと、これは殺人の捜査なんだ。ドアを開けてもらおうか。何がおかしいんだよ。笑い事じゃない。警官が2人撃たれて殺されてるんだぞ。あんたの男のせいで。かばい立てする気ならこっちにも考えがあるぜ。そんなもん嘘に決まってますよ。ウィリアムス、ああ、3時だな。競技場必ず行く。あ、ハーチェットです自首するつもりらしい。警部にも報告。とにかく銃をよこせ。よこせ、早く。早いとこよこせ。渡さない気なら本当に撃つ。応援は呼んでないですよ主任。これはどういうことなんですか主任。いや参ったね。俺は死ぬまでもう二度とあのボスのチキン姿見たくないよ。何なんだこりゃ。ボスの寿命も縮んだかもね。まああのソースあるかな、知ってるか。ほらビネガーバーベキュー。隠れてやるのはまずいんだな。カッカくるからさ。これはボスお優しいお言葉。これ食っていいか。嘘みたいだ。奴の狙いも同じか。ブラッド、本物の名前を使ったらどうなるかぐらいわからんのか。お前を狙ってるっていうのに警察はろくに警備もしてくれない。バレリーに頼むしかないだろう。金はいくらかかっても仕方ない。お前を守るためだ。何言ってんだ。マリリン、バレリー・アイアンズの電話番号を調べてくれ。大至急頼むぞ。そうですかって言うと思うか。じゃあ何か、お前がいつもの手でナンパした女が武装した男を退治してハリウッド一のボディーガードになっちまったっていうのか。映画じゃあるまいし、戦争には行ってないだろう。おうジミー、ああ、さてお姫様の成績は。まあ頑張ったことが大事だ。オフィスで話そう。そうだろう、キッチンの流し以外は全部揃ってる。流し売り場はあっち。大学の単位を取ったらちゃんとしたオフィスも。ああ、お前なら必ず大学へ進学できるさ。だがいいか、確実なステップを踏まないと。GW の理系コースなら進学率9割だ。ミルフォード高校よりいい。よし、お前は賢い子だ。偉いぞ。彼は FBI のシレックス捜査官、私はウェイン捜査官。あなた方のお気持ちはわかるので、ちょっと酷だとは思いますが、記憶が鮮明なうちに事故についていくつか質問をさせていただきたい。救出作業のために、さらに犯罪の可能性も見込んでご協力願う。搭乗前に鎮静剤を飲んだかね、あるいは搭乗後に睡眠薬を飲んだか、麻薬か幻覚剤を使用したんでは。思ってなかったならなんで飛行機から降りた。つまり、ああ、君は降ろされたんじゃないし、降ろされたメンバーと友達でもなかった。なのにクレア、なぜ飛行機から降りた。どうも、バリー中将の補佐を務めるバックリーです。中将に話があると代理できました。聞いておりません。そういうことは再度申し上げますが、今更驚くことじゃないでしょう。バリー中将はことあるごとに政府と衝突してる。特にオタクの大統領と。それだけでなく、中将は軍の戦闘能力に強い危機感を持っておられる。ですから中将はこの機会を生かしてご自分の意見を、もちろん軍事のエキスパートとしてのレベルのですよ、引退前に表明することが愛国者としての義務だとお考えです。そんな、俺は勤務時間外にここを修理してるのに他の仕事までやるんですか。いいでしょう、改善策ならあります。まず空気圧縮機を取り替えれば方針を掃除できます。油圧装置も全部買いたい。何しろ週に230リットル油漏れしてますから、時代遅れの制御盤も取り替えてほしいですね。少尉、改善策はあるんですよ。でもね、予算がないんです。少しでも金があれば買うのは決まって、新型巡航ミサイル、そうだな、でなきゃ最新型のターゲティングコンピューターでここには回らないんです。ムサリ艦長が、いや、ここに来たことはない。確かどの砲塔にも来てない。噂によると艦長は大砲が怖いとか。そうですか、そちらの見解はよくわかりました。じゃあ我々の見解を申し上げましょう。あなたは大嘘つきだ。ダリル・チェイスもまたしかり。ペンステーションまで行ったのは分かってる。どこに向かったんだと思う。バケ、チェイスは有給休暇が溜まってたわけですか、チャールズさん。警察は世界中にいるってことですよ。メキシコ、カナダ、オズの国、どこに逃げたって捕まります。でももしあなたに連絡してくるようなことがあったら、一つお願いしますよ。受話器を取って連絡ください。いいですね。どうも失礼。お前も完璧だったよ。前に働いてた製薬会社の同僚で、ギルってやつにある日、化学化合物を作ったことあるかって聞かれたんで、もちろんって答えた。そこでも防虫剤やなんか似たようなものを作ってたから。だがギルが作れと言ったのはドラッグだった。エクスタシーだ。賢いやつなら500ドルの原料で5000ドルは儲けられると言われた。失敗作じゃないか確認するために、売る前にはテストしなきゃならない。あの日もテストするつもりだったが時間がなくて、それで雑誌のページで包んで給湯器の裏に隠したんだ。完璧な隠し場所だった。まさかラッセルが薬のことを知ってたなんて。スネーク、交戦地帯にうちのヘリを。英雄気取りはやめるんだ。決まりを知ってて部下を騙したら、今度やったらただじゃ済まんぞ。アレックス、食べてる時になあ、小学生って。ちょっと待って、それどういうことだ。そんないつ申し込んだ、サインした覚えないぞ。金持ちのドラ息子しかいないのに。いやいや、納得いかんねえ。納得いきようがない。ここはこういうしかない。学校の責任者から話があるまで私は何も認めん。なあ坊主、将来ソニックスでバスケやるっていう夢が叶わなくても清掃係で食っていけるぞ。女の子にやられたのか。ああ、ってことは彼女を守ったのか。なんでどこで糸が切れたんだ。彼女は普通じゃなかった。でもまさかこんな恐ろしいことを。どうなんです。息子が打ち明けたよ。彼女がビールを買いに戻った間の事故だ。手続きなど踏まずに子供たちを連れて出てしまえばよかったんだ。姿を見せてどうしたいんだ。あと 2、3 週間したら出発するなんて言ってるようだが、まるで死にに行くようなもんだな。3ヶ月か4ヶ月先、博士号を持ってる。君はないだろ。このところ毎日午後に雨が降る。つまり雨季が近づいてるということだ。雨季に突入するとまずい。今はこのように貿易風が北に吹いてる。船の航路は北にあるし、今ならイカダはちゃんと北に向かう。本格的に雨季が訪れると貿易風は南向きに変わる。イカダも南に進む。やあ、おはようベイビー、元気かい。母ちゃん、なんで俺のオフィスにいるんだ。ああ、あれか。実は俺もその話をしようと思ってたんだ。君がアシスタントをいびって追い出したからだよ。この間の子は2週間続いたっけ。我が社の新記録だな。絶妙のタイミングだぞ。いいから入って。おい母ちゃん、新しいアシスタントを紹介しよう。セバスチャンだ。まだ若くて経験不足だが頭の良さは保証しよう。彼は君の後輩なんだ。同じ大学さ、スタンフォード。そこは俺のデスクだぞ。まず座らせてくれ。遠出をするつもりでレンタカーを。実は引っ越そうと思ってね。ここは人が多すぎるから。私じゃないよ、駐車してたんだ。食事をして戻ったらこすられてた。レンタカー会社に任せてあったから。ああ、いや行ってないと思う。ああ、信号無視の罰金。質問が多いが車を傷つけたから。まさか全然違うよ。国境の警備をする市民団体なんだ。私が見つけた68人も今抑留中さ。他に何か？君を許す。支払い担当のフラナリーです。もう奥さんには何度も申し上げていますが、手続きの方急いでいますのでお聞きします。これでもバイリンガルでね、母がベネズエラ人で、だからバカっ話を2カ国語でできる。あ、失礼。薬の時間だ。心臓です。もう老いぼれで、ラリーツワイベルです。エイドリアン、よろしく。こちらへはあれですか、ワインの試飲会？うわあ、絶品だな。食事にも値する。1週間前はソーダ1本買えなかったのに。あ、素晴らしい。ねえ、大丈夫？ああ、かなり飲んだんだ。ボトル1本。もし朝起きてもまだガンガンしてたら202号室に来て。お宅の2人がここに来たのは7時6分です。リノッゾさんとダビードさん、西アフリカからの密輸品を探してると言ってました。港の北エリアにいたのは確認が取れてます。予定を変更するときは必ずうちを通せと言ったのに、勝手に動かれて困るのはこっちなんですよ。今どこに迷ってうろついてるってことしか分かりません。お言葉ですがね、東部で最大級の港なんですよ。誰でも迷います。マーシュ、頼みがある。捜査官2人が消えた。北エリアにチームを出して探せ。見つかったらすぐ連絡だ。事故現場を見せてやるよ。さあ、これだ。見てくれ。ほら。ケーキの色が気に入らないからってこんなことするか。私が大嫌いなピーチ色にするなんてふざけるなというなり、いきなりバーンだ。42歳の私がマジでビビった。ストッキングが彼女を恨んで車にしまったとしても驚かないね。あの女のおかげで寿命が3年は縮んだ。結婚式ってのは分刻みで行う大変なプロジェクトだ。12時新郎新婦の入場、12時半にサラダ、45分に2人のダンス、1時になったらチェアダンスやチキンダンス。俺にはそんなこと一つも言わないのに。俺にだってその気持ちぐらいわかるさ。ケイトリンが2つの時、妻が出てった。それからたった一人で育てたんだ。飯を食わせてやり、それは大事にしてきたよ。俺の全てだった。それが今では憎むように冷たい目で俺を見てくる。妻と同じように俺を捨てたがってる。ケイトリン、彼女を信じろ。特別な力を持ってると聞いた。その子は大事な存在だったんだろう。だがもうこれ以上お前の悲しむ顔は見たくない。なんで FBI が出てくるんだよ。ここで話をまとめられるだろう。キャシーが殺されたのか。俺はキャシー・ランデスが死んだなんて本当に知らなかった。許してくれ。俺が絡んでるとでも言うのか。全く問題なかったと思うけど。確かキャシー・ランデスが女の子を出産した。頼むよ、俺はキャシーが薬をやめるように手を尽くしたんだ。次の出産までにやめられるようリハビリ代の援助まで申し出た。断られたが結局費用は俺が全部出した。死産だったんだよ。あれは不幸な出来事だった。心理的なプレッシャーかけてんだ。モハメド・アリだってでかい試合の前は相手にいろんなこと言ってた。バリーだって結局無事だったけど生きてた。死んだわけじゃない。オンラインで賭けをやってる奴らがいる。バリーはいつも勝ちが固かったが、あの日は負けるのを承知した。なのに最後の最後になってあの野郎嫌だと言い出して、モンティは焦って漂白剤を入れた。確実に負けるように勝ちたかったんだ。ぶち切れたよ。だって救急車を見送りながら二度と目覚ますなって言ってたしね。構わないよ、話して。疲れてた彼を私が子供扱いしてしまったからですよ。チアガールのダラス・ベローナです。ああ、コーチのモンスとも話したらいい。家族以外に親しくしていた人物です。こんなに選手を持ってる私が彼らにステロイドを渡すと思うか。誰にもステロイドなんて渡してない。誰がそんなこと信じる。揉めはしたがステロイドとは全く関係ない。ああ、RJ は取引を保護にしたいと言い出したんだ。車を与え家族に援助もした。わずかな見返りぐらいいいだろう。それは楽しみだ。それはどうも。じゃあ早速拝見しましょうか。そうだ、エンジンかけた状態でうちのチームはエンジンの熱がネックで苦戦してるもんで、実に素晴らしい感動ものだ。搭載するための書類を渡さなきゃ。ただ1点だけ、最低でも通常走行では最低でも150万回はテストしなきゃ話にならん。それに熱の問題、失礼、ボンネット内部の最高温度は。とにかくあんなことを通常走行でやったらおそらく大学どちらでした。ありがとうギル。ガンズ博士、ケースウェスタンは実にいい大学ですな。ハロウィンだベイビー、フランケンシュタインと一発決めてやろうかと。いいよ、いいケツ。まあ突っ込んでやる。俺の緑色のを突っ込んでやる。どうだい？なんだお前、何してる。出てけ、早くこっから出ていけ。このマルケ野郎、聞いてんのか。これでどうだこのとじきが。してみろ、お前のそのマルケ皿のマスクにぶち込んでやる。俺を何だと思ってる、元軍人だぞ。ウェイバリー通り商店会のエヴァンスだ。今回のハロウィン祭りは商店会にとって非常に大事なイベントだ。お宅のお化け屋敷はつまらない、いや去年に限らずでこう決めた。今年のお化け屋敷が怖くなければ来年からはやめてもらう。この世のものでないもの、そうとも生意気るその言う通り。ジェリー、これが最後のチャンスだぞ。怖くしろ、でなきゃもうやらせない。仕事に犬を連れてきただと、クビにしろ。だが犬はもらっとけ。サニー、私の可愛い天使をクラブに連れてきたのか。いや君にも怒ってる。私に信じろというのか。これは全て娘のためだと。もしチャドならゴマすりやろうというとこだが、サニーなら信じる。帰ろ天使ちゃん。じゃあこういうことか。待ってろポーリー、今相棒のペピーと話してるん。つまり君は子供が生まれる友達の代役ってわけか。ああ、殺したやつがまだここにいるってのか。違う、そうじゃない。昨日やった。人事の方から今日の4時半に話があるって言われた。お払い箱ってことさ。違う、そうじゃない。そりゃ最初はカットだったが、彼女はむしろ助けようとしてたって分かったんだ。ああ、そういうことになる。みんなに分かってもらう前に死んじまってかわいそうにな。ちょっと待った。確かに近頃様子が変だぞデーブ。成績は下がってるし、口答えはするし、すぐ怒る。おまけに呼び出しだ。教えてくれ、なぜカートが嘘をつくと。あなたは昔からゲイに理解があった方かな。私らは同年代だ。以前はもっと偏見があったの、若い頃には。だが時間をかけて理解してきた。デーブにもその時間が必要だったんだと考えてもらえないかな。君以外にもそれを聞いていた者は。じゃあ彼がそう言ったという証人はいない。正直に言おう、君の話がもし本当なら情状酌量が認められて5年で済むだろう。だが困ったことに君が殺した男の名はティモシー・カーター。信用厚い地元のビジネスマンで、家庭もあり犯罪歴はなし。待って、最後まで聞け。彼の携帯電話の記録はすでに調べたが、オラーフリンからの着信は1本もない、ゼロだ。それにもう一つ、銃は持っていなかった。そう、なかった。私はそう思うね。ハップの家のガスコンロのバルブが腐食。こういう湿っぽい気候だと稀にある。でガスが漏れた。ブレーカーは規格外。そこへ電気機器をつなぎ、何度もスイッチを入れているうちに火花が出た。次にお兄さんの家の場合はガスのホースに傷があり、そのすぐ隣にすり減った延長コード、さらに家にはネズミがはびこっていた。ネズミには歯を研ぐ習性があるからコードをかじったんだ。同じ原理だよ。ガス漏れと火花でドッカン爆発した。確かに後をつけてた。警告したかっただけだ。そうじゃない。俺は殺してなんかいない。ただ俺はただあの子を取り戻したかっただけだ。あの子は仕事も辞めてグルーピーになってしまった。妊娠やいろんな危険がある。心配でちょっと脅かそうとしただけだ。俺の娘に近づくなと言いたかった。何週間待ってない。生きてるかさえ知らない。撃たれたなあ、撃たれたって一体どういうことなんだ。大丈夫なんだろ。ポーリーが死んだ。撃たれたってポーリーはスノーボードに行ったんだぞ。誰に撃たれたんだなんてことだ。もう亡くなってる。16年前に2人とも面倒を見るって2人に約束したんだ。我が子のように血のつながった可愛い甥っ子なんだよ。葬式の後うちに帰りたくないって、この店にいたいから手伝うって。あの子は9つだったよ。だから俺はエプロンをさせてスツールに座らせた。ああ、その通りだ。マーティン・プルセルを連れてこい。今すぐにだ。2日ほどやつと一緒にクラップスをやった。いいやつに見えたんで部屋で食事や酒を振る舞った。すると金が何千ドルか消えたんだ。金だけじゃないぞ。私の時計もなくなった。あれは曽祖父の形見でね、替えが利かないんだ。フロントに聞いたらまだいると言ってたぞ。それでこのセルベリさんに部屋へ行ってもらったが、君を連れてきただけだ。プルセルの部屋は分かってる。自分で行くからもういい。よし、だが24時間しか待たんぞ。私をコケにするな。よろしく。報道歴22年。まさかこんな身近で。中継を中断した後すぐ照明が、いや電源は区分されてて、機材にはバッテリーのバックアップがある。照明も自家発電で戻った。その間は真っ暗でした。まずはこれ、スタッフのリスト。テレサは気難しい人でしたから。そうだな、近くにいたスタッフは3人かな。ああ、家具屋街の火災の写真を撮った。まだ未解決。どういう意味だ。ブドウ最盛期は過ぎてた。用済みだった。何かお探しかい。野球カードにビーフジャーキー、ヘルメットにボルト。ここは男向けの店だ。ボルトは閉めるだ。よく知ってるな。グッズは揃えたが肝心のフレックスを持ってないんだ。もうどこにも売っていなくてな。ああそうだよ、本当だ。あっち行ってくれ。おお、ハム付きコートか。それ大きいサイズもある。フレックスフレッチャーすごい。100ドルだそう。80は100より少ないけどいいのか。いいのか、なんか悪い気がするな。そういえばこの前悪党を捕まえた話聞いた。嘘だろ、その噂で持ちきりだぞ。そいつはまだ14だったか、でかくてさ、マッチョでいかにも筋トレしてそうなやつ。俺もだけどとにかくなんか挙動不審だったんだ。高そうなジーンズのところをいつまでもうろうろしてて、ここだけの話、そういうのが買いそうなタイプには見えなくて、プロファイリングだな効果とかってもうバッチリ効いてた。リュックにジーンズが入った瞬間ビビッとな。もちろん逃げようとしてたけど俺って足早いしさすがだ、うまく話を切り替えたな。ただし私は奴を殺しちゃいないぞ。奴が死んだ方が世の中安全だとしてもだ。冗談じゃない。ロサンゼルスの人間も太陽も大嫌いなんでね。アフガニスタンではひどい日焼けをして入院する雨になったしな。待てよマース、慌てるな。私がロサンゼルスへ来た理由は、昨日グッドセルの方から直に接触してきたからだ。信じないなら携帯を見ろ。分かってる、グレンジャーを呼んできて殺すんだろう。私を信じていい。グレンジャーを喜ばせるもんか。その後何が泥棒の足跡も残ってたんですか？本当ですか？サンチェスの規則違反を見逃したことが。の言葉も信じないでおこう。警部、バズ君に昨年のサンチェス捜査官の聴取映像をまとめさせてもらえませんか？どうしてですか？一つはっきりと言っておきます。パブロからティノの頭をブロックか何かで殴ったという証言を取る必要がある。さもなければ。そうですね、信じられない展開ですが解決したようだ。お見事です。車の中でずっと眠ってたな。笑える理由で呼び出したんならいいんだが、自殺を止めてくれってわけじゃなさそうだな。もっと詳しく話してくれ。それが聞けたらもういい。君がどういう男かよく分かってる。で、何が必要なんだ？分かった。ああ、感謝するのはこっちの方だ。あんなポンコツ。それじゃ飯を作るから、昼寝でも。ああ、シャワーを浴びたかったらそこだから、遠慮なくくつろいで。大した眺めじゃないだろう。何か探してるのか？来るな、俺に触るんじゃない。もうすぐ来るから。日本政府ビルでこそこそ何をやってる？コーヒー2つ、他にどうしろと言うんだ？全てはお前たち家族を守っていくためなんだよ。プライドを捨てて自分のやるべきことをやってる。トルーディが造反行為に関わっていたのは知ってるか？盗聴して分かったんだ。他の職員も聞いてる。俺は雇い主の温情に期待した。寛大なご処置をと。若い子だから多めに見てくれと訴えた。それも俺の娘だと。16年も働いてきた俺が頼めばなんとかなる。リアナはいいかよく聞くんだ。あのフィルムには関わるな。俺はあの子たちをちゃんと世話してた。ただのしつけだ。あんたも子供がいればわかる。俺が助けたんだ。親だよ。ほっとかれてたから、その証拠に俺が連れて行こうとした時誰も止めなかった。いい人だった。ああ、俺は殺してない。いやだけどあんたはそう思ってるみたいだから。ある日様子を見に行ったら出てこなかったんで、俺は合鍵を預かってたから中に入って見つけたんだ。キッチンに倒れてた。だから望み通り庭に埋めた。あの家が好きで他人の隣に埋められたくないって言ってた。嘘だと思うなら調べりゃいい。マイケル、彼女には悪いが3人で話したい。大事なことだから家族だけで話し合った方がいい。だから君に寄り添っていた息子を捨てた。それじゃまるでお通り。ローラ、俺だよ。ここにいる。お前を見てるよ。そこに書いてる通り。なんで郵便物取るのはいつも俺だ。ローラ、いいかい？俺の話を聞いて。俺はここからちゃんとお前を見てる。銃を人に向けるんじゃない。いいな、銃を下ろすんだ。それでその人たちにここへ連れてきてもらえ。残りの人生を一緒に過ごそうじゃないか。お前を愛してる。あれは俺が彼女を見てないと言ってるのか？彼女を判別できないという。